ということで、ここの上にね、遺跡みたいのがあるので、そこの攻略やっていきましょう。まずは登り方なんですけど、で、普通に行ったら登れないんですよ。なんで、ここら辺からギリギリまで上に登って、で、こうですね。いけないね。はい。はい、こういう感じで行って、で、こう行って、で、左。で、ここは一回下に降りて、左。で、上。で、ここから入れますと。はい。ということで、まあ、ここから先は攻略となっていきます。まあ、一本取りというか、ただね、デタラメに行ってクリアできた。ってことなんで、まあ、それを見てもらえればゴールまでたどり着けると思います。はい。ちなみにステムが1本増えるっていうパークですね。1本なのか分かんないけど、はい。まあ、とりあえずご覧ください。ようこそ、ジェダイ。フォースは目で見たり手で触れたりしたものが必ずしも世界の真実ではないことを教えてくれます。世界はフォースの意志を曲げ人の意に沿わせることもできます。はいはい。もう少し。これからの試練にはもっと力が必要よ。ほう。もうくたくただ。止まるな。もうすぐ終わるぞ。そうだよ。じゃあ、押すんか。
そういうことか。で、こう、はい、OK。はい、はい。クリア？もう来たんじゃないこれ。イエース。OK。クリアでございます。レイブンクロー10点。フェローシップ、ゲットだぜ。はい、どうも、の3番フリチャイスゲです。ということで今回はですね、工房にいるんですけど、ここをね、爆弾で開けるところがあるんですよ。はい。で、爆弾がどこにあるのかと言いますと、その近くのここですね。はい、マップで言うとここに開けるところがあって、はい、でここからね、爆弾を出すことができるんで、引きつけて引きつけて引きつけて持ってバゴンって感じですね。では行きましょう。とりあえずね、いる敵、まあ、どちらも敵がいるんですけど、まあ、そいつらを倒しましょう。でこいつを引っ張ってくると、敵がいる状態だとね、攻撃とかされるんで、しっかりと引きつけていきます。まあ、この青い状態なら大丈夫だと思いますね、ずっと。あ、ちょっと良くないね。はい、ちょっと、まずちょっとこいつら倒そうかな。さあ、てことでここハックして引きつけていきます。この青い状態でね、ずっと引っ張っていけば多分いけるかなと思いますんで、コロ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 ーと。で、道中でね、敵と会うことがありますんで、まあ、その時は残念ですね。まあ、とりあえずしっかり引きつけて、あの正面じゃないか、あっち側ですね、あっち側の穴まで引きつけていきましょう。これで黄色以上になると爆発する可能性があるんで、青をね、この青いラインを意識しつついきましょう。さあ、しっかりついてきてるのを確認しつつ、多分ですけど水に当たると爆発する可能性があると思うんで、ここで拾って、で、ポン！ OK！ よーし。ってことで、いろいろ見ていきましょう。何が入ってんのかな？いきます。タララ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 ララタララララタララララタララララサンタリクリー。ライトセーバーっていうことで、ライトセーバーゲットしました。サンタリ誰だろうね。まあ何か、誰かのジェナイのライトセーバーなのかな。はい、ってことでコレクでございましたと。